迷うことってありますか？いくつかの選択肢があるとき、どういう意識で決めるのかなと思って聞いてみたいです。あ、そっかそっか、ほとんど迷うことない、うん、迷うこと ほぼないね。だってやってみて、私失敗とか全然怖くないのね。なんだろう、失敗しかしてきてないほぼ。だからやってみなきゃ分かんない。だから別あのさ、私なんかこう、なんだろう、なんだろうな、なんか這い上がってきてるから、もともとすごい何にもできなくて絶望から来てるから、なんかあ、またそこに戻ればいいかぐらいの感じでいるのね。だから恥ずかしいとかもあんまりなくって、だからすぐ決めてやってみちゃう、全部出してみちゃう、出さないとかえって気持ち悪いぐらいの、うん、だから意識してるとかもない。なんかもう全然よしね、すごい、うん、一番こう近くにいて見てくれてるじゃない、私全然迷わないよね。あっちこっちってだいたい秒で決めて、うん、30秒後ぐらいにはもう行動してる、で、うんうんうん、本当に分かんない時は分かんないって言うから、うんうん、そう、だからバカなんだと思うのね、バカ。頭いい人迷うと思う、うん、決めてほしい時は、うん、こっちでやっといていいみたいな風に、うんうん、こう私は聞くようにしちゃって、私はこっちがいいと、だいたいまあまあ聞くときにもこっちがいいんじゃないかと私は思ってるみたいのは、うん、あって聞くことが多くて、うんうん、まあ、その上でメグさんの判断で、あ、こっちがいいって、あの違う方が選ばれるときもあるし、うん、まあ、あのうーん、わかんないって言われるときは、うん、あのじゃあこっちでやってみてもいいみたいにするとか、なんか必ず動いてるよね、うん、立ち止まらないでどっか動く、ね、うんうんうん、だからやってみて結果あの理想通りじゃなくても別にいいから、どんどん動いてみる。そうすると場数だけ増えて、それがすごい体験に、私の体験になってるから、なんかね、あの何、迷うってさ、よ、なんか失敗したくないと思うんだと思うの、うん、うまくいきたいっていう気持ちが強いと迷うと思うんだけど、私今それあんまりなくって、あの昨日もね、スナック青森めちゃめちゃ失敗して何回も直しちゃった。でも気にしてないの。あ、間違ったなぐらいの。なんかそれで迷惑かけるとも思ってないし、迷惑かけてんだろうけど、なんか気にしてもしょうがないから、間違いって誰にでもあって、私間違いだらけの人生歩んでるから全然気にしてないのね。あ、日にち間違えたわ、あ、開催場所やめるわ、でもすぐなんか、え、いいのぐらいの。なんか、うん、自分がこう思ったら、はい、次ってやってみて、迷うってないね。迷う、なんで迷うのって思う。ちょうどえこちゃんいるから、もし話ができれば。あ、いるの、質問してくれた人。何ちゃん、れいこちゃん、あ、れいこちゃん、うんうんうん、聞いてみようか。はい、おはようございます。おはよう、おはよう、迷うことない。どう、え、全然、なんで迷う、うん、迷わない。そう、なんか今回その、うん、聞いてみたのが、うん、なんかその今私不妊治療してるんですけど、うんうん、でなんかそのなんだろう、こう、と治療をどうするかみたいなやつで、うん、こうなんだろう、夫とこう意見がちょっと違った時があって、うんうん、なんか そういう時になんかその相手の言ってることもああそうかなと思うし、でも自分はこうしたいなっていうのもある時に、うん、なんかどうしたらいいんだろうってその時に思ったんで、ちょっと聞いてみたかったんですよね。うんうんうん、失敗してもいいじゃん。あー、なるほど、うん、
損してもいい、あのスーパースターの言葉で言ったら損してもいい、なんか絶望してもいい、なんか取り返しつかないことあってもいいって私は思ってんの。あ、なる、あ、体のこととかでも、うんうん、例えばトークショーもね、私当日まで体調わかんないのね飛行機乗れるかすらわかんないけどやるわけ。それはね、赤字になってもいい、お金返却してもいい、みんなに迷惑かけてもいい、当日やっぱごめん行けないってなってみんなから貧粛買ってそう弁償するくらいの覚悟でやってるわけ。ああ、うん、うん、そこね、あ、みんなに迷惑かけるとか思ってたら開けないよね。やっぱり当日無理でしたっていうのが私だからうん、うん、そこ含めて OK にしちゃってんの。あ、そうなっても私やりたいから、うん、とりあえず、うん、やりますってみんなに言う、お金も集める、でもし行けなかった時はもうごめんなさいするしかない。うん、あ、じゃあそこのいろんなとこまで考えてっていうか想像したら、うんうん、一番でもそうそう最悪のところで OK してるの。あ、うん、そうなってもいい、よしやるぞって全てやってるのね。スナックもトークショーも声サロンも、あ、今日やっぱり緊張してもう具合悪くて下痢して、あの息苦しくてできない、うん、ごめん今日やめるがありって思ってやってんの今日も。あ、うん、そうか、そうそう、だからめいこちゃんで言えばね、うん、子供できなくていい、うん、子供できない私でもいいじゃないって思うとこだと思うのね、うん、でやることは やって後悔しないようにするっていうのが私の考え方。いろいろ手を尽くしてみても、私はそう、あの最悪子供できなくてもいい、私はだって私でいいじゃんって思えたらいいよね。じゃあなんかそのなんだろう、メグさんがそんな風にこう、うん、もう最悪そう自分が想像するできなくてもいいっていうところで、うん、なんかいつも思ってるからこう何でもこう迷わないかなって感じ、うん、そうそう、うん、最悪なこと起きてもいいと思いながらやってる。うん、うん、会社的に言えば赤字になってもいい、なんか自分のことで言えば迷惑かけてみんなから怒られて非難されてもその時は謝ろうと思ってやってる。うん、なるほど。でね、結局はそこまで考えるとね、世の中そんな厳しくないぞって思うのね。うん、全員 100% 私を糾弾して非難して否定してくるかって言ったらそうじゃない。うん、でも思ってるから、あの、うん、みんなの胸借りてやってみるぞっていう感じで失敗を恐れないでやってる。うん、なんかその今回そのなんだろう書き込んで、その後に、うん、なんだろう、その時そのこと考えてたんですけど、うんうん、でなんかその病院で例えばこうしたら体がこうなるかもしれないみたいなことを聞いた時に、うん、なんか結局、あ、なんかそうな最悪でそうなったらちょっとそれは嫌だなっていう自分のこう、うんうん、基準が見えてこう決断がこうパッと変わったりとかしたんですけど、なんかそんな感じで、うん、なんだろう、なんて言うんだろう、うん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 、考えが変わったりすることもありながらって感じですか。うん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 、いいよいいよ、うん、あ、それだと嫌だなと思ってやめたことも全部さ最善の選択じゃない、れいこちゃんのその時の、うん、それでいい。なるほど、うん、決めたことって全部最善だから、うん、その時の自分が決めてあげたことは全部パーフェクト、全部正解。うん、
私たちちっちゃい時からいろんなこと決めて今に至って、だから今こうやってなんか幸せに生きてるから全部正解だったんだよね、うん、今までも、うん、だからどうなっても正解、うん、何が起きても、うん、だって私だったらこうパニック症になったことがめちゃめちゃ正解だったわけ、うん、もう苦しくて苦しくて絶望したけど、やっぱりあれにならなければ今の自分取り戻せなかった、うん、だから何やっても結局教えてくれるから、玲子ちゃんも何選んでも正解だし、何が起きてもベストなタイミングで起こってることだから、うん、うん、その迷ったりとか悩んだりとかするのも OK みたいな感じ、うんうん、その時必要なことで起きてるから、うん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 、そう、私もね、なんか2年ぐらい子供できなかったのね、うん、でその時に、まあ、何にも考えてなかったんだけど、あ、これって不妊治療した方がいいのかなとか思ってたけど、結局ね元気にしてるだけだった、あの元気に、なんていうの、こう悩む方に行かないで、ただ元気にしてることだけになんか日々、うんうん、日々楽しもうと思って、そのなんか2人の生活、うん、だって今こんな仲良しだもんねみたいな、うん、なるほど、うんうん、なんか聞きっていうこと、なんかそのなんだろう、こう2人のことだけど、もし体で妊娠したりするのは私だけど、うん、夫の意見もなんかどこまで考えるのかとか、なんかそういうのを結構考えてしまってたので、うん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 、勝手に何でも言うんだ、相手って勝手に何でも言うから、うんうんそうなんだぐらいでいいよね。だってそう、あの命が宿るのは女の方だから、うん、うん、そうですよね、そうそう、すごい体験するんだよね、うん、うん、命が宿るってことは、うん、うん、もう宿っちゃったらもう産むしかねえぐらいになるから本当に、うん、うん、男の人なんかこう分かんないもんだよ、あどうなってるのって今、あーそっか、そう、であの子供いなくてね、めちゃめちゃ楽しく生活してる人っているじゃない、うんうんうん、そういう人は、ま、周りにいる、あーでも友達でも結婚して子供いなくて楽しそうな子とか全然、うん、います、あーいるんだいるんだ、うんうん、で、そういう人のあり方も浴びるといいよね、あ、うん、悩んでない楽しく生きてる人って、どういう考えしてんのみたいな、うん、こうそういうの見つけるの上手な人、楽しみを見つけるの上手な人、うん、私さパニック症になった時に、その時パソコンとか家にあったけど夫しか使えない、私全然なんかこう電源の入り方も分かんない時に、パニック症って何なんだろうって全然情報がなかったのね、うん、その時にさこうチャイニーズユーに来てもらって、なんかパソコンのいじり方を教えてもらって、その調べられることできた、あの一緒に調べてくれて、あと本買ったりとか情報を集めたら、なんかパニック障害の会みたいなのがあったのね、その時、うん、でどんなことしてるのかこう見たら、なんかすっごい暗かったの、みんな悩んでたの、絶望してたわけ、私ここに
いたらなんか悩んじゃうなと思っちゃったのね。でそれよりチャイニーズユーとかアメリカンユーとか何にもパニック症を知らない人の中にいた方が元気になったの。病人として扱われない、なんか電車乗ってあそこ行こうよって軽く言われちゃう。でもそっちの方が私としては元気になったから、あの、なんていうの、そういうマインパニック症のマインドじゃない人と一緒に過ごすことで元気になったことがあるから、あのね、うん、またはパニック症でも元気にしてる人の方に行く、悩んでる方に行かない。うん、なるほど。うんうん、そうで勇気もらったのは、あの、なんていうの、やっぱ一回そういうこと経験してもう乗り越えちゃって楽しく生きてる人、一緒にこう病気と付き合いながら、そっちはねめちゃめちゃ元気もらえたの。あ、うん、あの、ね、そういう人の話を聞くとか。そうそう、だからパニック症の会にはね行かなくてよかった。なんか本当になんかズンってなっちゃった。うん、みんな15年歴ですとか8年やってますとか、こういうことが苦しくてこういうことが理解されなくて悔しいとか、そういう話で盛り上がってたのね。あ、その会の人たちが。そう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 、私たち理解されないよねぐらいの。うん、私そっちじゃないなと思って、うん、乗り越えた人の話だったら聞きたいと思ってて。うんうんうん、そう、だから私もそういうことやってる。あの、何、うん、うん、こんな風にして楽しくも生きれるよっていう。うんうん、うん、なるほど。うん、で英子ちゃんはもう今でパーフェクトだから、あの、妊娠できたらおまけ、おまけついたぞぐらいの感じだもんね。うん、で今でパーフェクトだから。うん、うん、そっか、うん、今の玲子ちゃんでもう、もう満たされてる、一人の人、愛されてる存在。うん、うん、そうでしょ。うん、そうですね。うん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 、それを自分で日々を持ってあげて。うん、うん、よかったです、お話聞き。うんうんうん、そう、前もね不妊治療してるんだって話してたもんね。あ、そうそうそう、うんうんうん、なんかあの時からだ、なんかだいぶ気は楽になって、うん、なんだろう、治療もまあやってるんですけど、なんだろうな、あんまり考えてるわけじゃないですけど、うんうんうん、なんか1年ぐらい前と比べるとなんか気持ちはだいぶ楽に なってこういけてるなっていう、うんうん、感じがしてる、うん、よかったよかった。なんかさ、ぐらっと悩んだ時にね、うんうん、女ってどうあるべきだろうとか、うん、妻ってどうあるべきだろう、うん、お嫁さんってどうあるべきだろう、え、娘ってどうあるべきなんだっけって、あの、玲子ちゃんが思い込んでることがあるはずだから、そこね、うん、うん、いいよいいよって、私の自由でいいよって言ってあげてね。うん、うん、なんか人ってこういうね、こうあるべきだろう、娘としてこうあるべきだろうと思うとそっちに向かって頑張っちゃうし、嫁としてこうあるべきだろうと思うとそっちに頑張る、奥さんとしてはこうあるべきだと思うとそっちに行く、女としてはこうあるべきだろうと思うとそっち頑張っちゃうの、本来の自分をね、こう忘れちゃって、うん、本来の今満ち足りてるパーフェクトな自分のことを置き去りにして、なんかそっちのね、社会常識的な方にね頑張ろうとするから、そうすると苦しくなってくるから。うん、自分、そう思い込んでることを無意識にあるのね。うん、誰かから言われた、お母さんこう言ってた、
ドラマだってニュースだってこういう風にやってるしとかね、うん、うん、そこに惑わされないでね、自分が、うん、うん、今すでに持っているもの、うん、うん、れいこちゃんの健康とか、うん、もうすでに愛されてる人格とかね、うん、なんかあんまり考えたことないかもしれないですね、自分、女とか妻とか、うんうんうん、無意識すぎてね、みんな忘れちゃってるんだけど、そこね考えてみるといろいろ出てくるの、何々すべきだと思ってるとかね、あ、うん、あ、そっか、なんかありそう、うんうん、そこを一個一個今言ったカテゴリーに分けてみると、私だってすっごくあったのね、あったからこそパニック症になったんだけど、私だったら妻は夫よりも下で夫の意見に従わなきゃいけないと思ってたし、お嫁さんは夫の家の家訓に従わなきゃいけない、反発しちゃいけない、反対意見言っちゃいけないって思ってたし、長男のお嫁さんだったから長男の嫁さんとして子供を産まなきゃいけないと思ってたし、後継ぎを お墓を守る人を自分が産んできちんと育てなきゃいけないと思ってたし、実際言われたしね、言われたことを鵜呑みにしてたし、うん、娘として親の言うことを聞いてそれを守って生きていかなきゃ思ってた、まあ、いろいろあるの、うん、英子ちゃんそれが何かなってふっとね、うん、それ考えてみたくなった時にやってみるといろんな思い込み出てくると思う、うん、それ全部もう守んなくていいものだから、うん、レコちゃんの気持ちを大事に、うん、じゃあレイコちゃん今日はこれで終わろうか。はい、OK、ありがとうございました、うん、ありがとう、ありがとうございます。